シャドウハン、お待ちしていんした。あの日のお礼をしようと探しておりんしたが相変わらず興味なさそうなお顔。せやけど今日こそ受け取っていただきんしょう。それがわっちなりの誠意でありんす。せやから今日はわっちにシャドウハンの時間をちょっとばかり分けてくんなんし。シャドウハンは色町に興味はありんすか？ない？それなら安心しんした。目の前で他の方と親しゅうされたらわっちは。わっちの耳と尻尾が気になりんすか？シャドウハンなら触ってもいいけれど、優しく撫でるように扱っておくんなんし。あとミンクミンク。あら、考えてた儲け話をつい忘れてしまいんした。これは景色に見惚れていたせいか、それとも隣の色男さんのせいでありんしょうか？